さっきこれ見せたの覚えてますか。はい、で今私についてきて 1,2,3 で曲がりますからこれが見えます。行きますよ。じゃあついてきてください。すごいね、すごいね。しゃがみ込んで植物をご覧になったでしょ。興味ありますか、こういう野草とか植物ね。で、きっと気づいてないと思うんですけど、ちょっとトリビアね、ここに何かあるでしょ。何があります？パイプ。何だと思うこれ？水？そうです。これはね、点滴農法というやり方なんです。ものすごいイノベーションなんですこれ。何回も技術革新を繰り返して、どれぐらいの穴の大きさ、何センチぐらいの間隔で水をやればいいか。なぜこういうふうに水まかないの？なぜこういうふうにするの？それは最小限の水を使って最大限の効果を上げるための方法を開発したんです。だからイスラエルで、これイスラエル基本的には荒の砂漠ですからね。だから砂漠で農業をする、町づくりをするって言ったら水がどうしても必要なんです。そしてこれを開発して都市づくりをするときに普通は水道ガスをやるじゃない、インフラで。これインフラの一つなんです。だから街路樹を生やしたいと思ったらまずこのパイプを埋め込むんですよ、道路脇に。そして木が育つようにする。だから荒れ地に町を作るときも全部この方法でやります。でこの地に来るとたまたまこのパイプが見えたんで、皆さんがしゃがみ込んで見ておられるのでこの話をしてるんですけど、この地に来ると水がどれぐらい大事かというのが分かります。これは先に行ってからまた水の話が出てくると思います。すでに何回もね、喉が渇いていなくても水を飲んでくださいね言ってますね。脱水症状が起こるからです。水がとても大事だから聖書の中では水のテーマがいっぱい出てきます。だからイエス・キリストは私たちに命の水を提供してくださる方として描かれています。命の水がキリストのもとに行けばいただけて、魂の渇きを癒していただけるようなものがいただけるんだ、そのイメージにつながってくるわけですね。だからこのパイプ行く先々で確認してください。どこに行ってもありますからね。はい、ちょっとした情報でした。皆さん、カイザリアエンジョイできてますか？私もね、72回目なんですが、こんなにゆっくりカイザリア回るの初めてです。今日はね、この旅行が単にメッセージを録画する旅行じゃなくて、生ける神様と共に歩いてる旅行だっていうのはね、はっきりしてきましたね。今日2日目で、先ほどの円形劇場のところでの賛美ね、アメージング・グレイス、テキサスから来たクリスチャンたちと一緒に歌ってて、びっくりしました。もう途中でね、恵みがドーンと降ってきて、歌えなくなっちゃった。本当に素晴らしいツアーになってますね。皆さんのご理解とご参加、心から感謝をいたします。さあ、ここで立ち止まっていただいた理由は、今日はポンテオ・ピラトの話をしようと思ってます。ポンテオピラトですね。ポンテオピラトっていうのはイエス・キリストを十字架につけた人です。イエス・キリストを十字架につけろと有罪宣言をしたローマの総督がポンテオピラトですね。で、ポンテオピラトについてこの記念碑の前で3つ記
キーワードを言います。一つ目は歴史上の人物、まあ、歴史の信頼性ですね。ポンテオピラトというのは歴史上の人物だよということ。2番目ポンテオピラトというのはこのカイザリアと関係があるんだよということ。3つ目はポンテオピラトはどの皇帝よりも有名になっちゃったということ。この3つを話したいと思いますね。じゃあ1番目のキーワード、歴史性、歴史の信頼性ですね。しばらく前まではつまりねこれが出てくる前まではポンテオピラトという総督が本当にいたのかどうか疑う歴史家や学者がいたんです。聖書に出てくるんだけど本当にいたのかな、ところがこれが出てきたんです。これはここに置いてますけど展示上ここに置いてるだけで、本当はさっき円形劇場言ったでしょ、あそこを発掘している時にこれが出てきたんです。おそらくね使い回しの意思だったと思います。さあこれで話がつながってくるでしょ、さっきの話と。で出てきてこちら部分欠けてるんですが、ここにラテン語でね欠けた部分があるんです。これポンティウス・ピラトゥスって書いてあるんです。ポンテオ・ピラト、ポンティウス・ピラトゥスという名前が出てきて、全文はポンテオ・ピラトが神殿を捧げましたという内容の碑文が出てきたわけです。これでね決まっちゃった、ポンテオ・ピラトという人がいたんだというのが分かった。聖書の記録っていうのは間違いないんだというのが分かった。こんな大事なものをこんなに野ざらしにしといていいの？これ誰か持っていったらどうするの？でこれはね音がしてるレプリカ、これ模造品です。そんな本物はここに置くわけない本物はエルサレムの博物館に置いてあります。でポンティオピラトという人は王様ではない。さっきヘロデ大王とそれからローマ総督の違いを話しましたね。彼はローマから派遣されているお代官様、ユダヤを統治する官僚です、高級官僚です。彼が確かにここにいたんだということ、歴史性、つまりこれは聖書の歴史性と関係してるんです。日本人がなかなか聖書に馴染まないのはどこかで作り話のような感覚があるんです。これね歴史なんです。だから聖書に書かれてあることはそのまま起こったこととして信用していいんだということ、これ一つの例ですね。これがねポンテオピラトは歴史的人物である、歴史性を証明している。2番目ポンテオピラトは普段はカイザリアに住んでいた。どこに住んでいたかというと、これから行くこれこの辺りがねヘロデの宮廷なんです。だからこの碑文をここに置いている理由は、普段はポンテオピラトという人はカイザリアにいたんです。カイザリアにいて、そして祭りの時だけエルサレムに登っていたんです。エルサレムに登った時にイエス・キリストの裁判に立ち会ったわけですね。だからこのカイザリアはポンテオピラトの本拠地であったということ。そして3つ目がエルサレムとの関係ですね。彼はイエスを十字架につけることによって超有名になっちゃった。どんな皇帝よりも有名になってしまったということですね。さあ次の人が来てますから、移動しましょう。 Thank you for your patience. Sabra Newt, thank you. Sure. 先ほどポンテオピラトの話の途中でやめましたけどもね、次のグループが待っていたんでね、みんなやっぱり見たいんですよね、話を聞きたいんですよね。それで場所をお譲りしてここに来ました。ちょっとだけポンテオピラトの話続けますね。ポンテオピラトは超有名人になってしまった。使徒信条というクリスチャンが告白する信仰内容があるんですが、その中にポンテオピラトのもとに苦しみを受けという言葉が出てきます。これイエス・キリストのことを言ってるわけですね。
なぜポンテオピラトの名前が出てくるのかというと、イエス・キリストというお方は歴史上存在したお方で、ポンテオピラトがユダヤの総督であった時に十字架で苦しんだんだよということを表明している。これはキリストの歴史性を表現することになっているわけです。だからポンテオピラトの歴史性を証明するっていうのは、イエス・キリストの歴史性を証明していることとイコールになるわけですね。だからキリストは歴史上いたかどうかっていうのは、もはやもう議論の対象ですらない。確実に歴史上存在しておられた方だということです。ポンテオピラトは有名になりました。まあいい意味で有名になったんじゃないんです。悪い意味で有名になったんです。なぜかというと、彼はローマ本国から派遣されてます。で、当時ポンテオピラトを支持してくれた政治的な有力者がローマ本国で裁判にかかってて、彼はとても危ない状態にあったんです。だからユダヤ人たちに脅迫されて、イエスを十字架につけたくない、無罪だと分かってるんだけども有罪宣言をしてしまった。そこにピラトの問題があるわけです。つまり何が正しいかを知りながら妥協したために、彼は歴史上悪名高い人物として知られるようになったということですね。教訓は何でしょうか。今人生の大きな選択に迫られている方いたら、私もそうです。常に選ぶべきは何かというと、高きを目指していくということです。それがどんなに厳しい上り坂であっても、正しいことを選び取っていく、しがみついてでも一歩一歩でも上に向かっていくときに、神様が引き上げ、良い名前を後世に残すような人生を歩むことができるということです。ピラトの人生を反面教師として教訓を学ぼうじゃありませんか。Thank you.